はいどうも皆さんおはこんばんにちは。暑い季節が続きますけどいかがお過ごしでしょうか。クレイジージョーカーことともいっきりございます。はい、というわけで今回はですね、乃木坂46公式スマホゲームアプリ乃木恋を使ってですね、チャンネル登録者数100人突破記念企画の中の特別企画、ともゆっきーの乃木恋ちょこっと浮気企画やっていきたいと思います。はい、というわけでもう早いもんでね、この特別浮気企画、特別浮気企画じゃないか特別企画のちょこっと浮気企画ね、言い方によっちゃこれとんでもない俺プレイボーイになっちゃうからね、まあすでにプレイボーイみたいなことやってんだけどもまあまあね、この企画はですね、まあ早いもんで、今回で第3回目とボリューム3ということでね、多くのリクエストいただいております。ありがとうございます。本当にね、皆さんのリクエストがあってこそこういうね企画とかね、いろいろ成立するのでぜひぜひお気軽に参加していただきたいと思います。まあこのちょこっと乃木坂の乃木恋の浮気企画に参加したいという方はですね、あの動画の、この動画の概要欄説明欄の方にですね、下にあの URL 貼っておきますので、そちらの方からですね、あのいろいろ応募要項だったり応募の仕方注意点なんかをいろいろね、あの言ったり書いたりしてるあの動画がありますので、そちらの URL 貼っておくので、そちらの方からねチェックして、で応募してるのがそちらの動画と、あとなんかねちょろちょろっと、まあこうこの動画にはその書いていいよって言ってる、あのリクエスト書いていいよって言ってる動画があるので、そちらの方からまあぜひぜひチェックしていただきたいと思いますので、まあ一応、確実に、リクエストをしているという動画がその今回の、ちょこっと浮気企画の、 あの企画説明だったり、注意点を言ってる動画なので、そちらの方に URL 貼っておくので、そちらの方からぜひとも参加して、要項要領を守って、いろいろ参加していただきたいなと思います。まあ要項要領ってもそんな大変なもんじゃないので、ね、お気軽に参加していただきたいと思います。はい、というわけで早速ですね、第3回目ちょこっと浮気企画の方ね、やっていきたいんですけども、今回リクエストいただいたのがこれちょっと待って、これ読んでいいのかな、この名前は。あのね、こう普通のアカウント名とは別にですね、こう読んでほしい、言ってほしい名前っていうのをリクエストしていただいてるんですけども、これどうなんだ、これ一応じゃあ読むね、一応モザイクかけておこう、ちょっと一応、今回リクエストいただいたのがゲ大好きさんからです。あれは大好きくんか、ゲ大好きくんさんからです。ゲいいのこれ、いいのか動画的に大丈夫、これさゲとか言っていいの、大丈夫なのこれ。まあいるよそりゃ、他にもね YouTube 内でさうんとかちんことか言ってる人いるよ、それね、いろいろいる、いる、いっぱいいる。さあね、もうみんなもうちんちんとか言ってる人いる、いるけど、まあ一応かけとくわ、一応ね引っかかったら困るから、まあその多分大丈夫、いろいろ言ってるからみんな多分ゲでも問題ないと思うよ、全然ゲゲとかでだだ全然言いすぎて今ゲ連呼しすぎて俺モザイクかけきれなかったわまあいいけど、とりあえずね最後に一回だけ読んで、一応かけとくからモザイクね、ちゃんとねそのアカウント名にはザリガニ王子っていう名前がいい名前がついてるのにね、なんでそのこっちにしちゃったのかね、わかんないけどもじゃあ改めて読ませていただきます。ゲ大好きくんさんからです。ありがとうございます。今回リクエストしていただいたメンバーがですね、堀美央奈ちゃんです。ありがとうございます。これね、まあずっと行きたいなとは思ってたんですよ、僕も美央奈ちゃんはね、けどなんやかんやでこう言ってなかったと。やっぱり推しメンにね行きがち、偏りがちだからね、まあこういうところだよね、こういうところがやっぱりちょこっと浮気企画のね、今まで気になってたメンバーにも行けるっていうのがいいところだと思いますけども、アピールポイントのがですね、ロングヘアーから今はボブにしているのですが、多分乃木坂46の中で一番ボブが似合ってると思います。ほう、まあ確かにボブのメンバー最近ちょこちょこいるけどね、でもやっぱりそれが一番だと思うと。確かに現に似合ってると思う、俺も。また、桜井さんや橋本さんのように、目つきが鋭いところ、はてな、が似ているので、おすすめだと思います。ということでですね。まあ、確かにね、こうちょっとキリッとした目は俺結構好きだよ。好きだけどね、
まあね、確かに、今回ね、まあいただいたリクエストいただいたゲ大好きくんね、ありがとうございます。じゃあ早速ね、もう今回はゲ大好きくんのリクエストに、ね、従ってやっていきましょう。いいのかいいのかこれ、名前出してモザイクバンバン出してるけども、まあいいんでしょうやっていこう。ミオナちゃんがどこだどこだどこだね、いろいろ確かにね、こう見たらショートカットのメンバーって結構いるし増えてるけど、まあ、確かにね、ミオナちゃん、うん、可愛いよ、うん、現にショートカット似合ってるしね、うん、まあね、まずこうアピールをしていくんですけども、ミオナちゃんに関しては今のところ結構全然プレイしてないので、結構ね、もう先にじゃあ開けちゃおうか、これ全部言っといて、これとりあえずレベルが、5のやつが解放した後が、10か、だいたい、どのメンバーさんのリクエストも、3話ずつ、言っております。でまあ今後何かちょっと興味が湧いたりですね、このメンバーさん可愛いなと、ちょっと推し変しちゃおうかなというメンバーさんが出てきた場合は、多分今後実況の方で続行していくかなと思いますので、そちらの方もね期待しつつ、ぜひともリクエストしたり、チェックしてください。まず基本的にはどのメンバーさんも3話ずつやっております。さあまず第1話、黒髪の少女やっていきましょう。今日から乃木坂学園の芸能科で俺の新しい生活が始まる。だいたいこうどのメンバーさんに行く時も1話はその1週間経ったぐらいの時、その1週間以内っていう設定でね、やってますけども、俺の隣に、黒髪で清楚な、雰囲気の女の子が座る。とりあえず挨拶とか、最初は感じだよな。ねえミオナ、今日お昼ご飯どうすんの？後で一緒にコンビニ行こうよ。すいません。女の子が俺の方に顔を向ける。俺渡辺智之です、よろしく。堀井美央奈です。彼女は目を合わさずに行ってすぐに顔を背けてしまった。私星野みなみです、よろしくお願いします。よろしく。このクラス男子は渡辺くんだけだよね。そうなんだよね。電話鳴ってるけど関係ない。ミオナちゃん無言。なんかちょっと嫌われてる俺なんでこんな暑苦しいやつ隣にいるんだろう、鬱陶しい、うざい、気持ち悪いみたいなそんな悪口を言う子じゃないか、清楚な子だもんね。堀は俺たちの会話に入ろうとせず、カバンから、教科書を取り出した。堀さん、はい。そこで、終業の、チャイムが鳴り、生徒たちが慌ただしく席に着いた。仲良くなるには時間かかりそうだな。俺はため息をつきつつ授業を準備を始めた。終わりかいやば。まあ確かに他のメンバーは結構誰ですかあなたぐらいのテンションで行かれることが多かったんですよ。けどまあ今回に関しては結構ミオナちゃんが隣の席だから、そのくだりはないのかな。それとも今こっからってことゼロ地点からスタートってこと。やばいね、なかなかミオナちゃん手強い相手だぞ結構手強い相手だと俺は踏んでる。でもねやっぱ可愛いんだよね。なんか普段こうね、乃木床とか乃木坂工事中とかいろいろ見てきた流れで、なんか結構さギャグをやったりなんかいろいろ面白いキャラだっていうのは分かってるから、ちょっとそこまでたどり着いてみたいね。じゃあこれ恋の試練だね、まずね。さあどんな感じで、いつもなんかそのちょっと聞きたいんだけどみたいな最初はテンションの感じで来るんだけど私のこと知りたい、唐突だよね。まあ知りたいけど、渡辺くん変わってそうだもんねまあ確かに変わってる、うん、変わってるとは言われるけどさ、うん、私もよく変わってるって言われるからお互いに気が合うかも。あーちょっと可愛いわその微笑みが可愛いわ。なんかこれはでも割と王道なんじゃない、普通に。堀美央奈の誕生日は10月の何日っていうね、4つなんですけど、まあこれ普通に問題ですよね。これをクリアしたらまあ話が進めるって話なんですけど、1、15、2、18、3、14、4、13って感じなんですけども、これ今ググった結果、ググった結果、
15、答え15、よいしょ、ベリーグッド、ありがとうございます。はい、お見事なハートゲットということで、やっぱり当たった、なんか気概そうなの思ったんだよね。ほう、ちょっとなんかミオナちゃんは今回シンパシーを感じてくれてるみたいなのかな。割とね、なんか他のメンバーよりかはなんかこう序盤にしてはすごい距離が近いような、うん、感じをしますね。なんか他のなんか今まで、うん、やったメンバーとかよりかは全然の距離が近く感じます。はい、第2話ミオナワールド、ほう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 、ちょっと興味があるね。まあ先ほど変わってた、変わってるって自分でも言ってたんでね、そんなワールドがどう展開していくのかっていうのはちょっと面白いけどね。乃木坂学園の芸能界に編入してきて1週間、俺は少しずつだけどクラスの女子とも仲良く話せるようになった、ほう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 、だんだんこう俺のコミュ障の割には成長してきたね。うん、渡辺くん、次の授業なんだっけ。数学だよ。ああそうだった、ありがとう。次の授業までにトイレに行っておくか。席を立とうとしたら足元に化粧が転がってきた。ん？それは隣の席のミオ、堀ミオナが使っているものだった。堀さん、あ、堀さんなんだよねこれ。無言無言、怖っ。彼女は黒板の方をまっすぐ見つめたまま微動だにしない。堀さん、堀さん、消しゴム落としたよ。彼女の机の上にそっと消しゴムを置く。すると彼女ははっとして大きな目をさらに見開いた。ほう、どうした。あ、ありがとう。どうしたの、ぼーっとして。今脳を眠らせてたの斬新だわ。仮眠とかそういうレベルじゃないんだね。もう物理的に脳を眠らしていこうっていう思考なんだね。すごいわ。はってなるよ、それははってなるよ。さっきの授業でいっぱい頭使ったから休ませたの。そう、そうなんだ。消しゴムありがとう。彼女は淡々と言って消しゴムをケースにしまった。なんか変わった子だな、独特の空気感というか、なんか俺は興味津々に彼女の横顔を見つめるのだった。ほー、すごいね、物理的に脳を眠らせていくスタイルっていうねすごいわ。はい、というわけで次のストーリー、まあ、結構ねやっぱミオナちゃん変わってるけど、なんか結構なんだろう、割と表情が豊かだから、結構この画面で感じるのはね、だからすごいね、見てて面白い感はあるなって。なんか他のこの可愛いとかっていうのとはまた一味違うような、でもなんかこう清純さがあって可愛さがあるっていう感じかな。はい、じゃあ次のストーリー。ある日の放課後、渡り廊下から歩いていたら、校舎裏に座り込んでいる堀を見かけた。よしよし、こっちで。あ、そう、よしよしじゃなくて、ね、なんかこうこのポーズからさ、すごいよしっていうあのガッツポーズの方に感じちゃってさ、よしよしか、撫でてる風な感じだね。それだったらもうちょっと撫でてるような絵にしてほしかったわ読む側もちょっとなんか全然なんか、うん、そのガッツポーズの方に感じちゃったよ。だからテンションがおかしかった。あのところ何してんだろう。目を凝らしてよく見ると彼女の足元には子犬がいた。ほうほうほう、気になったので、俺は堀に近づいて声をかけた。まあありがちだよね、学校で子犬が来るっていうね。堀さん、その犬どうしたの。あ、渡辺くん、どっかの飼い犬、わからないの、この辺うるうるしてたから気になってて。首輪ついてるし飼い犬っぽいよね。俺はこの場にしゃがみ込んで、あ、俺はその場にしゃがみ込んで、犬の頭を撫でた。ね、可愛いでしょ。ミオナの方が可愛いよ言ってみたいわ、そんなコミュ障そんなコミュ障って、もう俺がコミュ障だから言えないけど。俺犬大好きなんだよね。猫より犬派。あ、俺も犬派だわ。うん、私もワンちゃん大好きなんだ。へえ、そうなんだ。俺も結構ね犬派でね、あのパグとかすごい好きだけど、その時興奮した犬が、突然堀の、膝の上に飛び乗った。ほう、あー、やめて、くすぐったいよ、羨ましい彼女は犬にペロペロ舐められて、ジタバタしている。ホーリーのこんな無邪気な笑顔って初めて見たな。渡辺くん見てないで助けてよ。ああ、ごめんごめん。俺は犬を抱きかかえてホーリーから引き離した。その後も俺たちは、日が暮れるまで、犬を可愛がっていた。おー、結構あるよね、そのドラマとかでもさ、動物を返してその女の子と仲良くなるっていうね。うん、なかなかその現実でありえないけどもね、うん、ペットショップとかで偶然この犬可愛いですねなんて話しかけてくるやつはろくな女がいないからね何根拠だよって話だけどもね。
はい、というわけで今回は、堀美央奈ちゃんに、行きましたけども、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。いやーね、やっぱかわいい、毎回言うけどどのメンバーいてもかわいい。で、今回ちょっと美央奈ちゃん自体別のアプローチできたからさ、それがちょっとねいいよね。こう後々こう別の顔を見せてくるスタイルね、いいよね。はい、というわけでですね、今回のちょこっと浮気企画に、募集したいという方は下の方に募集できる、いろいろ説明とかがしてある、動画があるのでそちらの方をチェックしてみてください。あとはですね、他の乃木恋の実況だったりチャンネル登録者数100人突破記念企画の、動画の方は、いろいろ全部下の方に URL 載っけておりますのでそちらの方からチェックしてみてください。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。お相手はクレイジージョーゴールドムッキーでした。まだまだ、ちょこっと浮気企画も続きますし募集も続いております。ぜひともお気軽に参加してください。あとね、気軽に高評価、コメント、チャンネル登録なんかもよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。アディオース。